ガーデンの石原萌です。今日は誰でも簡単にできるストレートアイロンを使った内巻きワンカールヘアスタイルをやっていきます。まず最初にアイロンの電源を入れていきます。こちらの丸いボタンを長押しして、この青い点滅のところを押して温度を調節するので、今日は160度に設定してアイロンを通していきます。髪の毛を半分に分けて、それをまた耳の前と耳の横で分けて巻いていきます。中間から通して毛先を軽く内巻きに巻いていきます。後ろも巻いていきます。側も同じように2つに分けて巻いていきます。全体巻き終わったら表面だけ少し強めに巻いていきます。前が巻き終わったらトップの表面だけを持って、ここも少ししっかりめに巻いていきます。後ろが巻き終わったら前髪にも軽くアイロンを通してカールをつけていきます。これで完成です。